TDK の投手権田龍生です。徐々に、実感というものが湧いてきています。オリックスは今年パリーグ3連覇している球団なので、球界をするとても強い球団だと思っています。何十年も一軍で投げられるような投手になりたいと思っています。やっぱりピッチャーでは沢村賞、目標は大きく掲げていきたいと思っています。ビーズ TV をご覧の皆さん、はじめまして。オリックスバファローズの権田龍生です。社会人のやっぱ記事と違ってやっぱこうスラッと見えるので、足が長く見えてとても嬉しいです。デザインがとてもかっこいいのでやっぱり憧れでした。自分はずっとおけつが大きいと言われているので、やっぱ一番のアピールポイントは自分のこの大きいおけつです。これから活躍しますので、おけつとともによろしくお願いします。ここが僕の部屋です。そうですね、まだ全然物少ないんですけど、こんな感じでって感じです。とりあえずここにでっかいソファーを置いて、練習帰ってきたらそのまま飛び込みます、はい、これはそうですね、社会人時代から使ってるマットレスなんで、そのまま持ってきました。マットレスもそうですね、使ってるグローブも何個か持ってきました。それ以外もこっちで買おうかな。そうですね、大きいものはちょっとこっちで買おうかなと思ってます。まず4階まであることに驚いたのと、まずエレベーターがすごいと思いました。部屋もそのクローゼットとかもとても広くて使いやすいですし、部屋もとても綺麗で居心地がいいと思います。いや、でかいですね。やっぱ一言で言ったら社会人も全然違うんで、めちゃめちゃでかいです。僕はそうですね、このグローブは今年引退した同期からやっぱこれ使ってくれみたいな感じでもらったので、このグローブを大切に使っていきたいと思って持ってきました。